いきなり遊びに行こうだなんて、ドット君、マッシュ君のことを気遣ったのかな。お待たせ。まあ遊びって戦いだからな、ほぼ。全然意味わからん。お待たせ。トレーニーじゃん。なんてこった、この二人と街を歩くの嫌すぎる。よかった、ランス君は普通。はい。重い、この集団嫌すぎる。ほらあれ、くしゃみコアラは鼻水が固形化するから、こよりを使ってくしゃみをさせ、鼻水でダーツするんだ。まあ初心者には的に当てることすら難しいけど、俺が手本を見せてやるよ。新しい杖。ああ、少し新しい杖を試したくてな。着いたぞ、ここだ。いらっしゃい。いつ来ても杖はワクワクするな。杖は魔力の質量装置。学校の授業で魔力も上がってるみたいだし、今の自分に適した杖を選んだ方がいいんじゃよ。戦が扱える杖の中でもそれは相当なものじゃ。君は測らないのかね。何ですか、あの杖一つだけ落ちてる。あれか、あれはこの店に古くからある杖でな、あの杖の下にはエルフの水が湧き出ているとされていての、どんな力自慢や魔法でもその杖を持ち上げた者はこの千年現れなかったからの。ダメだじいさん、こいつにその発言は。何も分かっちゃいない。おい、何をするつもり。じゃあこれもらいます。ありがとうございます。すみません、家の用事が長引いちゃって。俺も竹の世話があってな。よっしゃ、遊ぶぜ。友達とこうやって遊ぶの初めてだからさ。行きましょ。次は妹も一緒だ。タケタケバンブー。